ごきげんよう、めいめいひまりよ。最近、授業中に別のことを考えてしまうことが多くて、数学が全然わからなくなってしまったわ。特にこのベイズの定理って何なのよ。意味不明だわ。でも、クラスのみんなに頼ると私の一見賢そうなイメージが崩壊してしまうから、ここは違うクラスのあの子に教えてもらいましょう。リッカちゃん、ちょっといいかしら？やっほー、小春リッカだよ。数学が大好きだよ。リッカちゃん、このベイズの定理とか原因の確率とか書いてあるところが全然わからなくなってしまったわ。教えてもらえないかしら？全然いいよ。それじゃあ今日はベイズの定理についてゆっくり解説していくね。みんなもゆっくりしていってね。まず総論、ベイズの定理は高校では教科書によっては原因の確率と説明されているよ。この2つは同じものだね。そしてベイズの定理は条件付き確率の式を変形して導くものだから、条件付き確率とも本質的に同じだよ。ただ条件付き確率の条件となる事象を原因ではなくて結果の方に置くことで、結果から原因の確率を探るのに使うのがベイズの定理だよ。わかるようなわからないような感じだわ。条件付き確率についてはわかるかな？正直よくわからないわ。じゃあ条件付き確率からもっと詳しく見ていこうね。定義としてはこうだね。 A が起きたことを所要の条件として B が起きる確率だね。式で書くとこんな感じだよ。括弧の前についている N と P の違いは何なの？ N はナンバーの頭文字で事象 A の起きる場合の数、 P はプロバビリティの頭文字で確率のことだね。場合の数を数えて計算しても確率で計算しても成り立つってことだよ。そうなのね。じゃあ例題。これは男子でかつバス X に乗っている人を数えればいいのかしら？そうしたら簡単だわ。表から23人でしょ？うん、いいね。ただ分母が大事だよ。分母？確率というのはそもそも起こりうる全ての場合の数、つまり全事象だ。とある事象 A の起こる場合の数の比であり割合だからね。事象 A の場合の数だけ数えても確率は出てこないよ。全事象を数えないとね。そうしたらここでは生徒が全部で90人いるから90分の23でいいのかしら？ひまりちゃん、惜しい。それは条件なしの普通の確率の問題の答えだよ。ここが条件付き確率のポイントなんだけど、条件付き確率では条件として選んだとある事象を全事象とみなして計算するんだよ。この例題では選ばれた生徒が男子であるときという条件がついてるから男子の人数が分母に来るんだよ。そうしますと44分の23になるのかしら？そういうことだよ。男子の人数分の男子でかつバス X に乗っている人数で場合の数の公式に当てはまってるよね。なんだかすごく簡単だわ。場合の数ではなくて確率の式に当てはめるとこうだよ。同じになるよね。男子を選ぶ確率は結局約分して消えるのね。ちなみに条件なしで出した時と比べて確率は上がったかな、下がったかな？そうね、2倍くらい上がったわ。4つのマスから1つのマスを選ぶのと2つのマスから1つのマスを選ぶ違いだね。男子という条件をつけた分、分母となる範囲が狭くなっているのね。公式を見れば自明だけど、条件付き確率は分母に確率、つまり1以下の数が来るから、条件なしの時と比べて確率はそれ以上になるはずだよ。そうなのね。ベン図でももう少し確認していこうね。今回男子でかつバス X に乗っている生徒はこの積事象のところだね。重なっているところね。条件なしの時は全事象 U の中における A かつ B の割合を求めるんだけど、今回は事象 A という条件がついているから事象 A を全事象とみなして
A の中における B の割合を出してきたんだよ。図で見るとわかりやすいわ。ちなみに条件付き確率の公式は A と B を入れ替えても成り立つよね。 B という条件の下で A が起きる確率ね。そして両辺にそれぞれ B、A と P、B をかけるとこんな形になるんだけど、これが確率の情報定理と呼ばれるものだよ。すごく当たり前の式に思えるわ。ベン図で重なっていた積事象の部分、つまり A かつ B は A の確率かける A の元での B の確率、もしくは B の確率かける B の元での A の確率で導けるってことだね。そうなるわね。そしてこの式を条件付き確率の式に代入するとこんな式が導けるわ。あら、これってどこかで見た式だわ。これがベイズの定理だよ。 D、B の部分を分割した形もよく見るね。 A の上の横棒は何を表しているの？余事象だね。 B が起きる確率は A が起きた時に起きる時と A が起きなかった時に起きる確率とを足したものってことだよ。ベン図で見ると分かりやすいと思うよ。重なっているところは A が起きた時に B が起きる部分と言えるよね。そして重なっていない B の部分は A が起きなくて B が起きた部分だよ。この A が起きなくて B が起きた部分を余事象で表しているんだよ。言い換えるとこの式の意味するところは A に関わらず B が起きる確率全部と A が起きてかつ B が起きた確率の割合だよね。なんかわかる気もするけど自信がないわ。実際に例題を解いてみよっか。お願いするわ。この問題だよ。何々だった時、何々だった確率を求めよってまさに苦手な形の問題だわ。最初に少し話したけど、ベイズの定理は結果から原因を探るときに使うんだよね。だから基本的にこういう問題形式になるし、逆に言えば何々だった時、何々だった確率を求めよという文が出てきたらベイズの定理を使えばいいんだってすぐわかるよ。それじゃあ練習だと思って定理を使って解いてみようよ。 X の袋を選択する確率を P、 X、 赤玉を取り出す確率を P、 R としよっか。 A と公式に当てはめるとこうかしら。そうだね。赤を取り出すすべての確率分の X の袋を選択してかつ赤を取り出す確率という式だね。ここで分母の P、R を2つに分けようね。袋 X を選んでかつ赤を取り出す確率と袋 Y を選んでかつ赤を取り出す確率だよ。 X バーとなってるけどいいの？ X バーは X の余事象、つまり X 以外の事象という意味だよね。ここでは袋が2つしかないから X バーは Y と同じことだね。そうしたら具体的な数字を入れてみよう。袋は2つしかなくて無作為に選ぶから X を選ぶのも Y を選ぶのも2分の1でしょう。 X を選んでかつ赤を取り出す確率は X に玉が4つあってそのうち赤が2つだからこうなって、 Y を選んでかつ赤を取り出す確率は同様にこうで、あとは分数の計算をするだけよね。すごい正解だよ。ひまりちゃん頭いいね。全然簡単だったわ。それじゃあこの袋が3つあるパターンの問題もやってみよっか。考え方は同じよね。そうだよ。たださっきより少し複雑だから確率の表を書いてみよっか。確率の表？こんな感じかな。袋 A の白を取り出す確率は P、A、かける P、A、W。 袋 B の白は P、B、かける P、B、W。 袋 C の白は P、C、かける P、C、W。 これの合計が P、W で白の出る確率の合計だよね。これをベイズの定理に当てはめてみようね。A の余事象が B と C の2つになるのよね。そうそう、あとは計算するだけだよ。できたわ。いい感じだね、ひまりちゃん。少しずつ分かってきた気がするわ。そうしたら
次は大学の入試問題に挑戦してみようよ。望むところだわ。この問題だよ。健康とか医療関係の大学や学部だとこういう問題が出されやすいみたいだね。ベッド A を本当に罹患している事象、 B を罹患していると判定された事象とするとこんな式が立つかしら。そうだね。誤診も含めて全ての疾患にかかっていると判定された確率の合計が分母、本当に罹患していてかつ罹患していると判定される確率が分子だね。罹患していない人が罹患していないと正しく判定される確率が9割だから、逆に言えば罹患していないのに罹患していると判定される確率が1割あるのね。数字を入れていくとこうかしら。いいね。あとは計算するだけだよ。計算が少しめんどくさかったけどできたわ。すごい、正解だよ。調子いいね。だんだん分かってきた気がするわ。じゃあもう一問大学入試問題を解いて終わりにしようね。分かったわ。この問題だよ。これも品質パターンだね。不良品だったことを E、 各工場の製造であることを A、 B、C としてベイズの定理に当てはめるとこんな感じの式でいいのかしら。そうそう、あとは数字を入れて計算するだけだよ。各工場で製造される部品の割合が2、3、4だから足して9でしょう。そして各工場別に不良品の割合が違うからこれでいいのかしら。やったね、ひまりちゃん、完璧だよ。これで高校範囲のベイズの定理、原因の確率は特別に難しい問題以外はほぼ大丈夫だと思うよ。一度わかってしまえばそこまで難しく感じないわね。今度つむぎちゃんにも教えてあげようかしら。それじゃあ今日はこれでおしまいだよ。はい、皆さんさようなら。バイバイだよ。